夜間とアイドル。それでは2つ目、友達がいない。はい、ないです。これはどういう、ちょっと逆に聞いていいことなんですか？あ、そうですね、なんかまあ結構人見知りなんですけれども、はいはい、ここまでずっと友達が欲しいって言って生きてきたんですけど、うん、なんか気づいたら誰もいなかったんです。いや、そんなことないですよ。人生をかけて笑顔を伝えてくれてる人がそんな気づいたら周りに誰もいなかったのか。あっちゃダメですよ、そんなことは。そんなことないんですけど、なんか私自身が結構すごい考えちゃうタイプなんですよ、はい、だから、はい、遊びに誘うにも私これ言っていいのかな、嫌じゃないかなとか思っちゃうから何も誘えなくなっちゃうし、はい、いやこれ本当に何のアドバイスでもないんですけど、うん、いやぶっちゃけ、うん、いやそこまで考えてないっすよ相手っていう。そうですよね。そう、なるほど。自分でも考えてみて、うん、でも橘さんは人のことそれぐらい考えちゃってるんですかね。あ、全然全然でしょ。かなりないよそんなの。いや、うん、だってこんな可愛い子に声かけられたらもうそりゃみんな、そりゃ遊び行きますよ。スケジュールはないないないっていうことでございますよ。でも普段はどうしてるんですか？プライベートが謎に包まれてるんで、うん、あんまり明かしたくないでしょうけど。いや、そうでもないんですけど。そうでもないですか？でもなんか結構一人で桜見に行ったり、一人で温泉行ったりします。いや、徹底してるね、やっぱり。そうですかね。でも多分昔からアイドルやってるので、なんかあんまり行事とか参加したこともなく、土日とかもあんまり遊んだことがなかったので、なんか人付き合いがあまりうまく多分ないな。これはちょっと事務所の問題として考えないといけない部分が、芸能のね、人生をと、ね、ね、人生をかけて笑顔を届けてる人間は行事にあまり参加ができなかったので、人付き合いが難しくなってしまうと。そうなんですよ、今になって。いやでもまあ、でも私にはメンバーがいるので、そう、いいんですけど。だからトークさんがもう一番好きで生涯寄り添いたい人です。お、メンバーはどうですか？一緒にいて。メンバーですかね、まあ、みんな優しいんですよ。みんな優しいんだ。みんな優しいし、心優しい田舎娘。でもなんか夜間で、夜間とアイドルで、はい、ミウも多分友達がいないって言ってて。あ、言ってた。そうか、そうだ、何かのデジャブで俺。あ、本当ですか？そう、同じ風景を見てると思ったら。友達がいない人どう？そうなんですよ。だからミュウとすごい結構一緒に出かけたりしようかって話はします。落とすね。話すだけだもんね。話はします。いいじゃん。行かねえのか。でも、はい、気持ちはあるから。気持ちはあるで、何年、何年目でしたっけこれで。7年目。7年で1回も行かないと。はい、そういうことでございますね。上辺だけに聞こえますか？全然、まあ、お互いね、上辺だけで喋ってるの。この番組はカレンのマリリンちゃん、コウジさん、つかささん、いぎなり DD ケイスキさん、パジャマさんの提供でお送りしました。いつもそばにいてくれてありがとう。あなたの笑顔は天下一品。